皆さんおはようございますから。おはようございます。なんかおはようの方がいいっすね。なんか爽やか。爽やか爽やか。うん、あいいな。5歳若返った。こちら。おばあちゃんのこだぶた焼き。そんなダミ声で言う人いないよ、おばあちゃんのこだぶた焼きを。美味しいおせんべいですよね。俺すごい好きなんですよ、おばあちゃんのこだ焼きを。サラダせんべい派。ああ、サラダせんべいも好きですけどね。で、おばあちゃんのポタポタ焼きは毎回その裏に何か書いてあるんですよ。川柳書いてあるな。なんか、え、川柳じゃないでしょ。謎謎が書いてあるな。心の優しい人がコンビニでよく買うものなんだ。友蔵心の俳句。書いてねえだろ。書いてねえだろ。嘘つくんじゃない。心のヒント、心の優しい人は他人を許すことができます。なるほど。心の優しい人がコンビニでよく買うもの。心の優しい人になりきって考えましょう。親切な。わあ。よく買う。誰か聞きます。なるみんさん。はい、何でしょう。あ、おはようございます。ヤンデレ系、ヤンデレ系メイク。今日ヤンデレ系じゃない。あ、今日ヤンデレ系じゃない。おはようございます。おはようございます。なるみん、心の優しい人になりきってよ。いつものなるみんのままでいいんだよ。素の。コンビニで心の優しい人が買うもの。栄養ドリンク。まあ優しさに溢れてる。優しさ頑張ってね。何もあの謎謎は考えてないですよ。わかりました。心の優しい人をもう一人連れてきましょうか。いる。スケキヨさん。とりあえず近くにいる。心の優しい。近くにいる人呼んでる。おはようございます。おたかつに日々励むスケキヨさん。ライターの。今日行く。すげえ。スケさん優しい。優しい。優しい。早い。何のよく言われます。理由は包み込んでくれそう。体型じゃないな、それ。こうやって。コンビニってのがなんかミスなんですかね。まあ、コンビニにはあるよね。ああ。ヒントはヒントヒントヒント。その許すときにどう思うかですよね、その人に対して。とりあえずコンビニにある商品を片っ端から言っていくのどうですか。肉まん。唐揚げくん、おにぎり、サンドイッチ、ヨーグルト、シュークリーム、カップラーメン、ポテチ、歯ブラシ、雑誌、ジュース雑誌、ガム、グミ、ビール、雑誌、言ったそういうゲームビーフジャーキー、山手線ゲームじゃないんだからチータラいや、チータラチータラ、どんどん狭くなっていってます。あ、肉まん。え、人を肉まんみたいな。あー、そういうこと。正解。おー、やっと出たよ。おー、肉まん。一番最初に答え言う。おはよう、アップバンクだから、今日も元気に断密に乗るみたいなやつ。断密みたいなやつやってない。エロいことしろみたいな、そういうことですか。え、朝から断密じゃない、あの金麦あ、断霊、断密と断霊だ、えらい違いだから。朝から断密やってる。断霊みたいなやつやろうよ。断霊ってどんな感じ。ララ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 ラ。もうだ、今日も彼頑張っていきましょうって。勤務じゃないしね。はい、今日も一日頑張っていきましょう。さよなら。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。